最近ますます日常で目にすることも多くなってきた、愛くるしくて体はふわふわ、不思議な魅力を持つモフモフ動物たちを紹介します。その姿を一度見たら虜になってしまうこと間違いなし。ぜひ最後までお付き合いください。グーテイモク、モフモフ科、モフキリン。モフキリンは全身が分厚い毛で覆われており、長い首が特徴です。全長が25メートルを超える非常に体の大きなアンフィコエリアスモフキリンから、体高わずか20センチ以下のマイクロティーカップモフキリンまで、実に様々な大きさのモフキリンがいます。どのモフキリンも共通して温厚な性格であることと、そのバリエーションの豊かさから、活躍の場は多岐にわたり、さまざまなレジャースポットやイベント会場、週末の街角でも至る所でモフキリンを目にすることができます。トカゲアモク、モフモフ科、モフトカゲ。モフトカゲはすばしこい仕草と愛嬌のある顔つきが魅力的です。その愛らしさからペットとしても人気の高いモフモフ動物です。とても元気がよく、くるくると走り回るのが大好きで、公園や街中で追いかけっこをする姿を見ることができます。そんなエネルギーにあふれたモフトカゲが近くにいると、その活力が伝染するのでしょうか。人も街も自然と元気が湧いてきます。街行く人の足取りは軽く、明るく快適な気分にさせてくれます。こんな小柄なモフトカゲよりも、もっともっと小さなモフモフ動物がいます。ノミモク、モフモフ科、モフノミ。モフノミは体長約1ミリ、決して害虫ではありません。そのふっくらと柔らかい体はマッサージ効果があると言われ、モフノミを利用した様々な健康法が実践されています。モフノミは成虫になってからの寿命が短い代わりに、大変繁殖力が強く、気がついたら部屋中がモフノミでいっぱいになってしまったなんてこともあるかもしれません。サルモク、モフモフ科、モフザル。モフノミが大好物のモフモフ動物、モフザルです。その長い尻尾が特徴で、一度生えた尻尾の毛は半永久的に抜けることなく伸び続けます。これはかつて野生のモフザルが木の上で生活していた名残と言われています。教育されたモフザルはとても優秀な仕事のパートナーで、大変な力仕事を器用にこなします。モフザルは私たちの生活に欠かせない存在となっているのかもしれません。モフサピエンス。モフサピエンスは生まれながらのエンターテイナーです。その起源はモフザルにあると言われていますが、尻尾はなく直立二足歩行を行います。豊かな感性を持ち、機転の利いたパフォーマンスで見る人を楽しませるのが得意です。社交的で子供にも優しく、サービス精神旺盛のため、どこに行ってもすぐに人気者になります。モフガメ。モフガメは背中に柔らかな毛で覆われた甲羅を持っています。モフガメの甲羅はそのクッション性によって体を守っているのです。とても気持ちのいい弾力があり、まるでふかふかのベッドのようです。モフガメはその背中の弾力と、およそ7万ポンドまで持ち上げる強靭な足腰を生かして、レジャーやスポーツ、ショーなどをはじめ、物流や人命救助など幅広い分野で活躍しています。犬アモク、モフモフ科、モフ犬。一番身近なモフモフ動物といえば、このモフ犬ではないでしょうか。モフ犬はびっくりした時、体をまん丸にしてとっても可愛らしいリアクションをとります。そんなモフ犬に魅せられて、どこに行く時も連れて行くという飼い主は多く、どんな時でも
癒しと安心感を与えてくれる存在となっています。いかがだったでしょうか。これまで紹介してきたモフモフ動物以外にも、この地球上にはまだまだたくさんのモフモフ動物たちがいます。中には一生に一度見ることができるかどうかという大変珍しいものまで。ぜひあなただけのお気に入りのモフモフ動物を見つけてみてください。それではまたどこかでお会いしましょう。